皆さんこんにちは今回は2月発売新作「ウルトラマンソフィ」を紹介していきたいと思います今回発売されたのは劇場版「ウルトラマンルーブ」に登場する「ウルトラマングルーブ」「ウルトラマントレギア」劇場版の敵怪獣「スネークダークネス」そして「ウルトラマンジード」に登場したペガッサ星人のペガまたですねエキスポで先行販売されていた「ウルトラウーマングリージョも」も、えー、本日より一般販売されました まずはですね、ウルトラヒーローシリーズ64番のウルトラマングルーブです、えー。こちらはですね、劇場版に登場する新ウルトラマンで、どうやら、あの、ロッソとブルとグリージョ、3人の力が一つになったウルトラマンみたいですね。頭部のラインも3人のカラーリングが施されています。必殺技はグルービング光線なんですが、相変わらず裏面の方はですね、えー、成型色という形になっています。続いて劇場版に登場する悪のウルトラマン、ウルトラマントレギアです。 こちらはですね、ウルトラ怪獣シリーズ枠での販売となります、えー。タグによると、いずこからともなく現れた謎の戦士、人の心の隠れた願望を探り当て、それを叶えるための選択を突きつけた上で、身も心も闇に落とそうとする。 ということで,です、ね、まあ、仮面ライダー、電王のイマジンみたいな設定のウルトラマンなのかな、まあ、ちょっと違うかもしれないんですけど、えー、デザインとしてはです、ね、仮面とか高速具をつけたような、えー、デザインが特徴的でこちらも今のところ、ね、かなり謎の多いウルトラマンなんですが。 まあの出どころ羊が気になりますねちなみにこのウルトラマントレギアはあの声優さんが発表されていて内田祐馬さんって方があの声を務めるみたいですねこちらも背面は、ね、かなり塗装を省略されているんですけれどモールドはね細かいですそしてウルトラ怪獣シリーズ EX 枠で登場としたのがペガス星人のペガ、えー、現在ニュージェネレーションクロニクルでもあのナビゲーターを務めている彼なんですが えこちらですねもういろんなところでもう絶賛されてるんですけれどあの今まで発売された銀河以降のサイジングのウルトラ怪獣ソフビの中ではまあ一番の出来栄えと言ってもいいですねソフビでこのパーカーとかジーンズの細かい造形ですねあとはこの何だろうポケットのラインとかえっとベルトとかまでね細かく塗装がされていますベルトなんてねこれ3色使われてるんですよ 基本的にこのウルトラ怪獣シリーズっていうのは、まあ、いかにも強そういかにもな怪獣よりもあのマスコットキャラクターとかちょっと緩い怪獣の方がねあの造形とかも含めてあの合ってるんですけれどこのペガサスジのペガ君はもう一番最高傑作って言ってもいいですね最後はジャガン獣のスネークダークネスです、えー、タグによると湊克実の友人土井幸雄がウルトラマントレギアの邪悪なエネルギーを受けて変身した怪獣 怒りと憎しみの赴くままに相手を叩きのめす凶暴な怪獣ということでですね、まあ、めちゃくちゃネタバレされているんですがこんな見た目であの人間が変身した怪獣みたいですねこう白い成型色に赤い塗装が施されていて、まあ、グエバッサーみたいなカラーリングですねあとは特徴としてはこう右腕とか尻尾とか羽がトゲトゲしていて、まあ、いかにも凶暴な凶悪な怪獣っていうエッセンスが詰まったですね、えー、怪獣ですね あとはですねこう、首がちょっと動かすことができます、まあ、劇場版でどう暴れるのかすごい楽しみな怪獣ですねということでですね新発売のウルトラマンのソフビを簡単に紹介したんですけれどやっぱり一番はペガ君のソフビですね、えー、これはもう本当に明らかに値段とね出来が釣り合ってないです、まあ他の怪獣ソフビもこれくらい頑張ってくれたらもう言うことないなと思います